フリードリヒ・ビルヘルム・ムルナウはドイツの映画監督。サイレント時代の巨匠でフリッツ・ラングラと共にドイツ表現主義映画を代表する監督である。1888年12月28日、ドイツ帝国のビーレフェルトに生まれる。父のハインリヒはドイツ北西部にある布工場の所有者であり、母は彼の2番目の妻だった。そのため、 二人の兄弟と二人のイボ姉がいた。七歳の時からはカッセルで育っている。ハイデルベルク大学に入学して美術史と文学を学ぶが、幼い頃から興味を持っていた演劇の世界に入り、ベルリンのマックス・ラインハルトによる指導家で俳優となり、演出女子も務めた。やがて第一次世界大戦にパイロットとして従軍するが、スイスに不時着したことから抑留される。 その間に舞台の演出コンクールで一等賞を取り、ベルンのドイツ大使館でプロパガンダ映画の制作に関わった。1920年頃のムルナウ終戦後の1919 19年、コンラート・ファイトと共に映画スタジオを設立し、監督デビューした。1922年、プラーナフィルム社の配給で吸血鬼のスフェラトを監督。ブラム・ストーカーの小説。 吸血鬼ドラキュラを映画化した作品だったが、ストーカーの未亡人に著作権侵害で訴えられ、1925年にフィルムの破棄を命じられてしまう。様式化されたセットを使わずロケーション撮影を行い、ネガ判定やコマ落としなどの技法を使って、不気味さと恐怖感を描き出し、表現主義を代表する異色化ホラー映画となった。その後、ウーファ社に移籍し、 脚本家のカール・マイヤーと組む。1924年、カールの脚本による最後の人では中間字幕を一切使わないという試みを行い、映像技術とともに高く評価され、表現主義の傑作と呼ばれたと同時にムルノウの代表作の一つとなった。ファウスト制作後の1927年、ウィリアム・フォックスの招きでハリウッドに渡り、 ホックス社で制作した都米第一作のサンライズは映画界で初めてサウンドカメラによる撮影と移動撮影による映像美が高く評価されアカデミー賞芸術作品賞を受賞しサイレントマッケを代表する作品となった1931年ドキュメンタリー映画作家のロバート・フラハティと共同でタブーを完成させるがその直後の3月11日に サントモニカで自動車事故により死去。アンリマティスト・ムルナウ。ありがとうございます。